私は長男嫁で、義実家に同居中。そこに遊びに来た義弟夫婦が、お土産を持ってきてくれた。なんでも、義弟嫁ちゃんが、友達の結婚式で遠方に行ったらしく、それのお土産をわざわざ買ってきてくれた。久しぶりに、旅行的なことができて楽しかった。学生時代に戻ったみたいだった。と義弟嫁ちゃん。しかし、それが気に食わないらしいとめ。ウトさん単身赴任中。しっかりお土産をもらいながらも、ブチブチ文句を言う。はあ、いいわね、若い人は。私なんて、結婚してから、友達と旅行なんてしたことないわ。同居してる私にとっては日常的な愚痴だが、義弟嫁ちゃんは違う。さぞ鬱陶しかろと思って、何か言うたびに、私が言葉を返しておいた。しかし、とめは止まらず。そもそも、嫁の立場で家を空けるなんて、信じられない。むしろ、遠慮してた義弟嫁ちゃんを、心よく送り出したのは義弟くん。友達だって、既婚者を誘って、どう言うつもりなのかしら。いつまでも独身気分じゃ困るわ。友達の結婚式ついでに観光してきただけ。全部がこの調子で、ブチブチと文句を流す。途中、義弟くんや私が止めるも止まらない。すると、突然義弟嫁ちゃんが泣き出した。お母さん。っていう私と、嫁ちゃんを慰める義弟くん。とめは気まずそうにしながらも、ふん。とそっぽを向く。何よ、大げさな。泣くくらいなら、旅行なんて行かなければいいのよ。だいたい、前から思ってたけど、結婚したっていう自覚が足りないの。仕事もいつまで続けるんだか。医療系正社員の義弟嫁ちゃん。さっさと子供産んで家庭に入りなさい。そしたら、余計な遊びなんかする気なくなるわ。これらは、私も子供産む前には一通り言われたこと。最初にガツンと言い返してからは、私が怖いらしく、何もしてこなくなったけど。小さな嫌味はあるが、へえへえ、で流してる。すると、ようやく、義弟嫁ちゃんがとめに言った。ごめんなさい、とめさん。私そんなつもりじゃなかったんです。何よ、あんたは大体ねえ。とめさんに友達がいないって知らなくて。本当にごめんなさい。一同、ポカーン。私がそうだからって、とめさんもそうだって思ったらいけなかったんです。私は、結婚してからも友達と遊んで、義弟くんも優しいから、それが普通だと思ってたけど。きっと、とめさんの時代は違ったんですね。女は、家庭に入るものだったんですよね。だからそんな風に言ってくださったんですね。でも、とめさん、もういいんですよ。義弟くんも兄さんも大人なんだから、とめさんも好きなことしていいんです。あ、そうだ。じゃあ、今度は、私と姉さん、私と、三人で旅行に行きましょう。兄さんも義弟くんも、家事はできるから大丈夫です。女三人で楽しみましょうよ。ね、ね、とめさん。はじめは本当に泣きながら、最後の方は、笑顔で、とめに力強く言い切った。そして、義弟くんが、母さん、嫁って、本当にいい子だろ？真面目で頑張りすぎるから、俺も息抜きしてもらいたくて、遊びに行けって言ってるんだ。父さんは違ったかもしれないけど、俺はそれでいいんだよ。とにっこり。とめはわなわなしながらも。と、トイレ。と席を立ってしまったけど。その後は、戻ってきたとめに、旅行先の提案をする義弟嫁ちゃんと、とめのへこむ姿が面白くて、ノリノリな私とで盛り上がった。何がドキュンかというと、とめに友達がいないのは本当だからだ。天然ってやっぱり強いよねって話。私は旅行自体は別に平気。ウトさんの転勤でこの地に来たらしく、本当に友達がいないとめ。だから遊びにも行けなかったし、多忙なウトさんは旅行も行けず。子育て以外に楽しみがなかったらしいから、ちょっとかわいそうかなと。嫌味を言うのも、話をする糸口を探してるような感じだし。だから旅行に行ったら、
この関係も少しは改善するんじゃないかなと期待してる。義弟嫁ちゃんとなら楽しそうだしね。これをきっかけに、無趣味のトメが何かに目覚めてくれたらいいのにと思ってる。義弟嫁ちゃんからメール来た。来月の頭に3連休が取れそうです。トメさんに、どこがいいか聞いてもらっていいですか？もう旅行は決定なんだな。トメの旅行用具を揃えないとね。てなわけで、トメを連れてショッピングセンターに行ってくる。帰りは、娘を迎えに行って外食コース決定。そして、義弟嫁ちゃんにメールを返信。義弟嫁ちゃんが決めてあげていいんじゃないかな？トメさん、きっと喜ぶよ。私は娘を置いていけないから、今回は遠慮するね。また誘ってね。まあ、本当に娘、4歳は置いていけないってことで。ちなみに、外食予定を変更して帰ってきて、夕食の準備中。義弟嫁ちゃんからメールで。仕事終わったら、いくつかパンフレット持ってお伺いします。楽しみです。って来てたから、おもてなし予定。義弟は夜勤、私旦那は出張中。それを伝えたらトメは、うん。て目をそらしたんだぜ。今後はその後に書き込みます。では、コロッケに衣をつける作業に戻る。